どうも影山です。今日はですね、家から満たすということについてお話しさせていただきたいと思います。こう満足感ですね。満足感を得ること、えー、得ることっていうのは色々とあると思うんですけども、その満足感を得るためにですね、えー、こうね、例えばですね、旅行とかね、えー、旅行でその旅行の体験とか経験っていうのをこう。 するとです、ね、その満足感というのはすごくこう、えー、長く続くというかあのしっかりとこう自分の中の満足感を、えー、満たすことができてです、ね、あのその内側からということですね自分の体の中に入ってくるものです経験というのは、ねえー、心の中に入ってくるものなので、えー、こう満足感がこうしっかりとこう長く続きやすいと思うんですね。で逆ににですね、えー、体のの外にあるもの 外に例えば身につけるものうーん例えばその時計とかね、えー、ちょっと古いかもしれないんですけども今の人は時計あんまり興味ない人多いかもしれないんですけどもその高級時計を自分の手に身につけるというところっていうのはですねその時計自体をこう買う時って 勝った時その1回目の身につけた時は満足感あるんですけどもそれを、えー、長くその満足感が続くっていうことはちょっと少ないんじゃないかなというふうに思うんですねその満足感っていうのはそのほとんどその最初ぐらいであとはそのだから続きにくいとそれはそ自分の体の外にあるもんやからその満足感っていうのはちょっと、あのー、短くなっちゃうっていう ことですよねだから僕の場合で言うとそういう,こう体験であったりとかですねそういう何て言うんですかね自分がその何かをやってみることとかそういうことでこう喜びを感じるというかその満足感が満たされる形になっていくと。 いうことですね例えばそのマラソンとかですね、えー、僕昔ハーフマラソン、まあ、あのフルマラソンも走ったことあってフルマラソンは完走できなかったんですけどもハーフマラソンで1時間46分なん37秒やったかな,なんかそれぐらいのタイムで走れるぐらい走った時っていうのその満足感っていうのは,あのー、それはだいぶ前の話なんでしっかりと覚えてるわけじゃないですけどもその時の満足感っていうのはなんとなくですけどそのまだ残ってるその走り切ったその 乾燥したっていう自分の,その経験というか体験ということは、えー、やっぱり残ってるということですねほんであの毎年旅行行っててですね今年はちょっと旅行行けないかもしれないんですけどもその旅行行った時のその,その時のその面白さであったりとかですねその時の出てきた食事のおいしさとかねそういうのはね具体的には覚えてないですけどなんとなく感覚で覚えてるというでそういうふうに満足感が続くんですね。でまたま毎年旅旅行行行行こうと旅行へ行きたいな という気持ちになっているということで、そのなんか買ったりするその外側のもんですね。例えば車、車で欲しい車まあ確かにそれは満足感あるんですけども、その苦労して買ったっていうそのその経験ね、苦労してお金を貯めて自分の買いたいものを買えるというその気持ちでの満足感やといいんですけども、車自体を その得たことの満足感というのはやっぱりちょっと少なくなると、えー、短くなるというふうに思いますね。というふうに思いますね。だから僕は何かをこう買うというよりは何か買ったりするというよりはその経験する体験する何かをやってみる行動するそういうことでの、えー、満足感。 えー、を満たすだから内,内側から満たすという自分の体の中に入ってくるものによって満たされるという状態をこう作っていくっていうのが、えー、僕は好きですね。ということでね今日は内から満たすということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃでいきましょう。どうもありがとうございます。